いや、一応これあれね、ご飯用で俺準備してんの。米用で。入れてほしいってこと？そう。なんで俺、なんでこれでパックのまま食べさせようとしてんの、あんた。いいじゃん。おかしいだろ。考えろ。え、難しくない？何がよ。ご飯とシチューどっちが右？どっちが左？どっちでもいいよ、もうめんどくさいなぁ。どっちでもいいわ、マジで。どっちが食べやすい？どっちでもいいよ。うん、スプーン使ってね。うん。え、でもさ、味噌汁どっち？普段。味噌汁左じゃない？え？ん？あ？あ、でも、違うわ。なんかさ、関東と関西でさ、お味噌汁の場所が違うみたいなさ、あるじゃん。うん、あれ、関西ここでしょ？お味噌汁。うんうん。そんな話聞いてないよね、こっちは。そういうことじゃないじゃん。どっちかって言って。そんな豆知識聞いてないよ。え、これよ。しかも知ってるし。だってシチューって味噌汁じゃないじゃん、そもそも。うん、まあまあまあね。汁物はどっちっていう話であって。ああ、そうです。何そんな豆知識。知ってるししか。あ、飲んで飲んで。俺もう先に、俺はもう先にいただいてますよ。いただきます。どうぞどうぞどうぞ。乾杯。薄いの？あ、いや、いい、大丈夫。混ぜた？違う、そうじゃなくて、炭酸じゃないかな、なんて思ったけど、炭酸だよ、炭酸。抜けてるだけ。うん。いただきます。いただきます。これもあるからね。うん。どう？うん。美味しい。あ、うん。うん。味薄い、大丈夫。あ、大丈夫、大丈夫。うん、あ、おいしい。おもちゃ危ない。今日は、しょうちゃんの好きなじゃがいも尽くしだから。うん、うん、うん。うん。いいね。世界一好き。野菜の中で一番好き。じゃがいも。美味しいなぁ。美味しいなぁ。うん。甘い。ね。なんか、インカの目覚めだっていう。うん、うん、うん。北海道産ね。ん？いいの？そうなの？インカの目覚めは北海道なの？はい。わかんない。ちょっと調べるから。絶対そう。多分そうだと思うな。インカの目覚めは北海道でしょ。まあ北海道じゃないところも作ってる可能性はあるけどね。中心やっぱ北海道だよ。インカの目覚め。ほらね。やっぱほら、インカってさ、山のほらすごい高い位置で寒いところだから、はいはいはい、気候的には北海道の方がね、向いてるんだもんね。うん、大体わかってる。世界で一番大好きなのに、一生作ってくれなかった。俺がシチューあんまりね、あの嫌いじゃないんだけど、よく言うじゃん。ご飯のおかずじゃないって。うんうん、そういうタイプだから。別に何でもいいんだけどね。なんかじゃあ、おやつとして食ってくださいって感じなんだけど、こっちからしたら。別にそんな、あの別におかずね。なんかシチューの時は、パンっていうイメージ。どうぞパンで食べてください。うん。うん、古い言い方があるな。昔の人はそうかもしれない。わかる気がする。うん、結構あの若い人っていうよりか年配の方が結構、うん、シチュー苦手な人多いよね。うん。だからわりかしあれなんじゃない？歴史が浅いんじゃない？日本の中で。なるほどね。うん。もちまるちゃんはまだ2歳だからわかりません。バリバリ令和生まれだもん。うん。令和生まれ。令和生まれ。ね、うん、まあ、それ昭和だと思うよ。知らないよ、昭和に来てねえし。あ、それ平成だと思うよ。いいよ、全然何も問題ないですけど。でも平成もさ、うん、もう元年あたりはもうほぼ昭和だからね。元年あたりはね、元年じゃない、うん、でも俺も82年生まれじゃん、うん、花の82年組みたいな。はい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 、わかるよわかるよ。アイドルたちの、うんうんうん、その時代に生まれた人だから、うんうんうん、全然世代ではないけどね、うんうん、やっぱり生まれた年だからさ、そうだよ、ね、全然わかんないじゃん。俺が生まれた1994年10月の CD 売り上げランキング1位が、うん、篠原涼子。はい、愛しさと切なさ、そう、愛しさと切なさと切なさと心強さと、うん、それが1位だった。うん、ラップ、うん、あれよ、うん、ちょっと待って、持ち丸どうしよう、うん、どうしたんだ持ち丸。うん、何があったの、もちゃん。さっきあるよ。いや。もちまるちゃんがうちわがご飯食べれてるときに、うん、もう、かまってちゃんがすごいから、うんうん、抱っこしながら食べる術を覚えた。ああ、まあね。そうなるよね。うん、よくないかもしれないんだけどね。
ねえ、甘やかせすぎ？大丈夫？他の人に迷惑かけてなかったらいいんじゃない？別に。そうよね。うん。なんか。時代だったら。うん。そうそう。誰かにもう迷惑かけてる、支障が出てるって言ったらちょっと改善しなきゃいけないけど、別にそういうわけじゃないしなんてね。そうね。うん。まあ迷惑かけてもいいと思うんだけどね。なんか違う。炭酸じゃないんだよね。炭酸じゃない。だから翔ちゃんがさ、うわ、出ました。何ですか？いつもさ、水入れちゃうじゃん。うん。いいよ、りょうちゃん。もう。ワイン飲む。ありがとうね、うん、いただきます。あ、美味しい、美味しい、よかったね、もらって。うん、何、なんだろう、足りない、物足りない。でもなんかやだ、なんかすんごい俺この年まで、うん、反発してきたけど、シチューにおかずならないとかいうやつ。うんうん。え、なんかちょっとわかるかも。え、もう信じらんない。自分でも。もうそれ、もう、そういうことです。え、信じらんないんだけど、ちょっと待って。え、なんか言ってることわかる気がする。うん。え、もう、年取った。そうじゃない。だってほら。え、ちょっと待って。うん。ご飯にシチューかけてないもん。かけてるかけてる。一緒に食ってる、一緒に食ってる。かけてるよ。え、わかるかも。今わかった。え、あれでしょ？うん。シチューだけだとご飯食べれないでしょ？え？いや、じゃあ、なんかおかずにならないっていうか、その、なんだろう、腹にたまんない？え？結構具沢山だよ。おやつ？違うな。それだったらちょっと捉え方違う。おやつ多分言ってる人たちの捉え方とまた違うな。シチューはおかずにならない。え、で、なんか、え、違うわ。合ってた、よかった。ではシチューをおかずにならない人たちの気持ちまだ分かんない。いやもう分かり始めて、分かりかけてるのよ。もう、分かってるんだけど認めたくないのよ。そうかな、うん、え、てかお腹に入ってない、ゼロ、シチューが。うん、それはなんかまた話が変わってくる。だから言っていいんじゃん、違うんだってば。え、どこまでも食えるんだけど、待って。え、おかずにならないってそういう意味ではない。そういう意味ではない、合わないってこと。ああ。うちらが言うおかずにならないっていうのはね。あと俺あれだもん。シチューはシチューで食べてるけど、お米食べるときは他のやつで食べてるの。お米を。ああ。そういうことよ。わかるかな。わかんないんだろうな。え、わかんないな。え、じゃあ、え、別に、ん？今の体調かな、なんか。あ、でも、今回のこの俺が作ったシチューさ、うん、ちょっと味薄くない？まあね。多分野菜入れすぎた。それもあると思う。うん。ちょっと味もうちょっと整えたらよかったね。ああ。美味しい。塩コショウと、うん、入れたらもうちょっと。ああ、うん、なるほどね。あっさりしすぎとかもない。え、今から入れたらいいかな。うん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 。入れようか。うん。え、ってか、どこまでも食えるよ。うんうんうん。明日の分取っとくとか言われても。いや、大丈夫大丈夫大丈夫。じゃあちょっと入れてみるわ。お願いします。え、なんかおかずにならないっていうのは、なんか俺の中ではちょっと腹に溜まってないというか、なんか何分目とか言うじゃない、なんかゼロなんですけど。そんなことある？え、どこに行ってんのって感じ、こっちからしたら。ゼロは言い過ぎでしょ。ゼロは言い過ぎなんだけど。まあたくさんから食べない？食べちゃうよ。食べていいよ。え、なんで？え、どこにもないお腹の中に。大げさ。大げさだ。大げさじゃない。しょうちゃん、この服あれじゃない？下 T シャツ着ないで着た方がいいんじゃない？このさ、あれなんて。やだ。やめて。やばい。よくないね。マジで。やばいって。出しとかないで。よくない、よくない。え、美味しいです。何よりも。ご飯食べようかな。食べないよ。あと見ようか。お願いします。うん、食べてみて。え、って食いすぎたもん。え、食べすぎじゃないよ、全然。大丈夫かな。オッケー。おかずになりました。ただ単に味が薄かっただけ。そうね。ある程度さ、塩分がないとさ。うん。おかずになりました。え、てかさ、このさ、じゃがいも、さ、うん、これこそちょっと、おやつじゃがいもだよね。なんか甘くてさ。そうね。なんだろう。甘すぎる。あー。別に悪くないよ。悪くないし、全然。
これはこれなんだけど。だからおかずっていうよりかは、そうだね。おやつ。うん。ご飯と食べるものではないけど。うんうんうん。でも美味しい。確かにそうかもしれない。うん。甘いね。すごいな。合わせてみて、このご飯とシチュー。なんか、熱い。熱い。体積がでかいからさ、これ。うんね。でしょ？いや、いいんだよ。別に何も言わないで、何も言わないで。別に求めてねえし。そんなことない。いいし、何でもいいし、別にこっちから。で、ご飯、おぉ。いいじゃん。多くね。多くない。すごいね。ん？ご飯をシチューに乗せるんだ。美味しいな。いや、いいよ。何かでさ、うん、なんか、納豆をご飯のところに入れる人と、ご飯を納豆に入れる人みたいなやつを話し合ってて、まあ普通さ、納豆をご飯に入れるじゃない。うんだと思ってた。で、逆もいんのよ。あの納豆にご飯を入れる人。はい、はいはいはい。それはなぜかというと、ご飯の方を汚したくないから。へぇー。って言われて、まあ、なるほどね。確かになって思って、いろんなおかずがあって、納豆を、上にかけちゃったらさ。あ、もう全部納豆になっちゃうからね。全部納豆になっちゃうわけです。でも納豆の方を入れたら他のおかずもさ、ご飯でいけるわけでしょ。確かに。で、それを聞いてから、逆でやってみたら、うん。よかったんだね。白ご飯汚れないし。そう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 。ああ、なるほどね。うん。だからもうそっからそうしてる。へえ、うん。でもなんかほら、このシチューの中にさ、うん、もうご飯がバラ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 残っちゃうの。それはいいの、うん、あ、全然いい。それはいいの。いいんだよ。なんか俺それが嫌だなって思っちゃう。いいじゃん。全部飲むんでしょ？全部飲むじゃん。まあそうです。美味しい。なるほどね、うん。確かに納豆かけたらもう納豆ご飯でしかないもん。うん。納豆ご飯と他のおかずを一緒に食べるってことだもんね。そうそうそう。それ聞いて納得した。確かに。うんうんうん。美味しいじゃん。よかった。うまい。もう最初から言ってくれたらよかった。何が？味薄いって。いや、いろいろあんのよ、こっちは。いや、ね、いろいろ、いろいろいい。じゃあ、いろいろあるっていうことを言っていい？ああ、ね、いいよ。これと、あとお風呂に関していい？いいよ。いや、そんな深い話じゃないから、さらっと聞けると思う。うんうん、これは別に、薄味の方が、健康面でいいから、基本だから、薄いか濃いかって聞かれた時に薄かったとしても、うん、あ、これでいいって言うようにしてんの。ああ、そうなんだ。あの、薄味に越したことないもん、健康に対して。まあまあ、そうね。で、うん、お風呂ね、うん。お風呂は、お風呂なんかあったっけ？一緒に入ってるじゃない。ああ、一緒に入ってる。あなたあっちの苦手じゃん。うん。だからお風呂とかも、シャワーとか35度とかの人なのよ。そう、35度。あ、まあ夏はね。暑いし。で、俺どっちかっていうと、あっちの方が好きなの。42とか3とかでもいけんのよ。うん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 。だいぶ違うじゃん。うん。でも冷たい方をやってるじゃん。うん。っていうのはやっぱり、ぬるい方が髪にもいいのよ。ああ、そうなんだ。熱々だと、やっぱ、あんま良くなくって、頭皮とかに。だから、ぬるいなって思いつつ、うん、我慢してる。でも本当は暑いのが好き。いっつもなんかね、42度設定とかにしてた。そう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 。本当は暑いの好きだけど、うん、ぬるい方が肌に優しいから、本当っていうのをやってます。え、知らなかった。うん、え、別に言ってくれてもいいよ。うん。あ、じゃあ頭皮とかに良くないからさ。うん。だからなるべくぬるいやつでやろうとしてる。でも本当は熱々が好き。ああ、まあ、俺はただ嫌だって言うだけだけど。うん。だいぶ違くないんだよ、35度と42度の人は。確かにね。うん。でも、暑いの合わせるのは無理だけどさ、ぬるいの合わせるのはいけんじゃん。ああ、そうね。確かに確かに、うん。そうそうそう。やたぴーん。そうでしょ。いつもそんなこと考えてるの？じゃあ考えてる。だから、この考えてるっていうのもちょっとさ、うん。あ、言われたくないし、なんか、自分で言うなよみたいなとこあるからさ、言わないようにはしてんだけど。本当？うん、言ってくるけど、全然。だからもう食べ物屋さんとかでもそうじゃん、僕。うん。頼まない理由。頼めない。ああ、そうね。居酒屋とか行って、うん。みんなで頼もうとするとき、僕頼めないの。うん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 。っていうのは、例えば、この人がどんだけそれに対して、うん。まあ、焼肉で豚バラとか頼むとさ、うんうん、で、この人がどんだけ豚バラのことが好きかどうかがわからない。もしかしたらちょっと嫌いかもしれない。とか、いろいろ、なんか何人かで行くと、それ、うんうん、それを考えちゃって。人それぞれにね。うん。だから自分が食べたいやつってよりかは、自分が食べたいやつをちょっと我慢したら、他の人が自分が好きなものをいっぱい頼めるとか思っちゃうの。ああ。だから別に俺好き嫌いとか特にないから。うん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 。何でも。とりあえず自分は頼まないけど、みんなが頼んでくれたものを食べればいいからって思って我慢しちゃうってことよね。しちゃう。なるほどね。
そう。俺全然逆の性格っていうか、頼み方が逆パターンだからさ。はいはいはい、とりあえず頼めば、誰かしら食べるだろうって思っちゃうから、頼んじゃう。自分が食べたいやつも頼むし、みんなが、一般的にみんな食べれるだろうな、みたいなやつも頼んじゃうし。ああ。うん。で、なんか遠慮してる人が一人でもいたりとかするとさ、なんかそれはそれで気使っちゃうじゃん。好きなの頼んでって言ってるけどさ、いや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 、いいですとか言ったらさ。まあね。だからまあ、頼ませてるのは申し訳ないなと思いつつ、うん、でもその人が好きなものを頼んでもらった方が僕は気持ちが楽だから、うんうんうん、別に自分が食べたいものは家でも食えるし、うん、なんだったらまあ一人で行こうと思えば行けないけど、まあまあ行けなくもないけど、まあまあ、だから誰かと一緒にご飯食べに行くときは、うん、もう、委ねちゃう。ああ。気が楽、その方が。まあそうね。だって一緒に頼んでさ、うん、これが、これ頼んで、これ頼んでって言った時に、自分これ食べれないから全部あげるって言われたらちょっと、ショックでもないけど、ああ、ミスったなって思っちゃう。ああ、まあそうね。だから。対一とかだったんだね。だからもう頼めない。うん。なるほどね。俺なんか、だから昔からさ、友達と居酒屋行くときとか、うん、仲がいい人たちと居酒屋行ったりとかするときは、うん、もう頼んでみたいな感じで言われてたの。はいはいはい。いいよ。とりあえず。いいよ、もう適当頼むね、みたいな感じで、べーっつって。やるんだけど、うん、なんかやっぱ、こだわりがある人いるじゃん。食に対して。なんかもうそういう人と一緒に行くときは、もう俺はもう何も頼まないようにしてる。もう、いや、お任せします。なんか、おすすめで、つって。なんでそんなの頼んだんだみたいな雰囲気出してくる人いるじゃん。ね。あとなんか、焼肉とかにさ、焼き方にこだわる人とか。いるのよ。うん。いるよ。うん。いるのよ。なんかそういう人と一緒に行くときは、もう本当に委ねる。わかるわかる。うん。お肉も焼かない。普段は俺結構なんか、焼いちゃうんだけどさ。なんかそういう人と行くとさ、なんかもう変なことしたらさ、そうなのよ。もうなんか、気まずくなるじゃん。だしさ、ちょっとさ、超高級焼肉店とかだったらまだわかるけどさ、牛角とかでされるんですよ。じゃあ牛角も、ちゃんと美味しいじゃん、あれだけど。そうよ、そうよ。チェーン店とかね。そこで、うん、みたいな、はあるよね。いるいる。そこで奉行出してこなくていい。だからまあそういう時はもう本当に俺も一切、何も、お酒だけ頼む。ああね。食べ物はお任せします、ね。いや、任せた方が気が楽な。うんうんうん。まあ一応食べたいものは言うけどね。それが食べたいです、みたいな。でも相手が何を食べたいのかを言った後。ああね。ああね。ああね。うんうん。あ、それ食べたいと思ってました。ああ、いいですね。みたいな感じ。まあ、ああ、なるほどね。うん。まあこれ頼んでもいいですかとかも言うけど。てかもうなんならお店決めてほしいね。ああ、そうね。うん。ここの。わかる。もう絶対決めない。絶対決めないって俺、もう心に決めたもん、この間。この間とかだいぶ前だけど。いつの話いや、なんかさ、言ったのよ。あ、ここなんかいいんじゃないですかって言ったお店で、なんかすっごいなんでこのお店選んだみたいな感じで雰囲気を出されたから、うわ、もう絶対この人と行くときは、俺が選ぶこと絶対やめようと思って。わかる？うん。なんか、この店の料理だったら全部食べれますよっていうとこを選んでほしいよね。うん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 。そしたら俺だって気が楽だから、うんうんうん、でもこれとこれとこれとって頼めるけど。わかるわかる。いや、俺もなんかどこでもいいのよ、お店。うんうんうん。どんなところでも多分、その場の雰囲気楽しめるタイプだから。はいはいはい。うん、料理とかも。よっぽどじゃなければね。そうだよね。そう、店員さんの、なんか、態度がものすごく悪いとかさ。なんかそういうのでもなければもう全然どこでも大丈夫。お酒飲めれば大丈夫ですみたいな感じだから、それ全然どこでもいいからさ。もう本当にもう絶対決めないでおこう。もう俺は絶対選ばないと思ってる。だそういう人に限ってさ、こだわりも強いからさ、前もって色々調べてんのよ。自分が行きたいお店も。そうね、決めてほしいわ。うん、だからもういいと思って。そうそうそう、わかるわかる。もうそれもうちょっと、もうほんと法律にしてほしいぐらい。マジで。